でこのイケてる顔が見せられなくて本当に申し訳ないと思います。ちょっとね肌寒いですけども見えない程度に頑張って走ろうと思います。何か一言、初乗りのグロムですよ。いやこのグロムに最初に傷つけるのは僕かなと思ってるんで、ぜひそれに期待に応えれるように頑張ろうと思います。了解です。じゃあ今日一日お願いします。はい、おはようございます。今日は近畿スポーツランドさんにお邪魔しております。こちらのグロムで今日初めて近畿スポーツランドさんを走らせてもらいます。僕の方はミニバイクとこのコースと全て初めてなんで、間違いなくこのバイクを最初に動かすのは僕だと確信してます。今日一日、ちょっと前に社長が走ったんでそのタイムになるだけ近づけるように、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。週やのにもう体が馴染んできて、やっぱりあの人乗るうまいわ。あの人うまいこと乗りはるわ。人から交差つなぎでよう走りはるわ。今のところ膝吸ってる様子はないですね。様子見るわ言うて行ったものの結構楽しそうに走ってますやん。まあ帰ってきました。さあこのまま生の声取っていきましょう。はい、いかがでしたか？こける気しません。いやでも案外軽快に走ってましたよ。いやスイッチ入れ忘れて何秒か全くわからなかった。一回紹介してよ。で俺とりあえず初めて走ったけど狭いな。まあねツインとかに比べるとやっぱりミニバイクのコースなんで、で膝一つも擦らないんですけど、みんな擦りますこれ。多分普通にバンクしていたら勝手にカーって当たるはずなんですけどね。というわけで川口さんの初ミニバイク、初金スポの感想でした。じゃあ次、僕が走ってきます。どうでしたか？よりも視点が高い分ちょっとパッキングが大きく感じてちょっと恐怖心はありましたけど、なんとかねこう1年ぶりのミニバイクとか初のグロムでやっぱりまあ1年ぶりに出たっていうのが一つの大きかったんで、それは結構結果として嬉しいことかなと思います。こけたいただきました。おめでとうございます。どっち右左左に倒れたけどステップは自分のブーツに繋がったんで、ほぼ向きだよ。今から確認していきます。お前ね全然大丈夫やね。いや午後になりましたけど川口さん軽快に走っております。
ってる節がありますけども、初めてのキンスパ、初めてのグロムでね、勢いよく走ってます。何秒やった、さっきベスト、僕のベスト47-2です。47-29何秒やったよな、47-28まで行った。お、じゃあ結構なところまで、はい、あんだけ詰まってた。とりあえず竹中さん超えたから、はい、あとは社長の決定で、なんか感覚分かってきたやつ、あ、サーキットの感覚が、さすがやっぱりこれでいいと思う。しっかり入るから旋回がなんか早いから、最終コーナーの旋回っていうところだけ詰めたら多分40分入る。頑張ります。はいはい、出た、はい、何秒？47フラット、47フラ、はい、マジかお前、ふざけんなよマジか、やられたな。とりあえずこれで、うちの代表と同じタイム、まあ、ニアなところ、あ、だいぶニアな感じになったと。なるほどね、了解です、わかりました。お疲れ様で、了解です、わかりました。お疲れ様でした。ベスト更新です。何秒ですか？46秒9。ほんまですか？マジで7切ったよ。やりましたね。7切ったけど、もうちょっとクリア多かったら多分6の5ぐらいとか前半まで落ちてるな。一応抜きながらで46秒9やったから、やっとった。じゃあまた近日中に46秒台を実際に出していただきましょうか。そうですね、次の走行で次回で、この1本次で出したいと思います。もうしっかり撮ってるんで、現地は撮れてるんで、はい、まあ、この後の動画で、本日最後の、田中くんの走行枠になります。先ほどの走行枠で田中くんの46秒6を、出しまして、大幅にベストを更新して、最後の走行枠を迎える形になりました。今日ダイエス多くてですね、 A クラス、まあ、早い方と B クラスのちょっと遅い方、まあ、タイムで言うと47を切るか切らないかっていうところが境目だったんですけど、まあ、B クラスはねそれなりにダイエス多かったんですけど、 A クラスの方はね、もうなんかちゃっちゃと自分の課題を終わらせて早々に引き上げられる方も多かったんで、今ざーっと見ても、はい、まあ、こんな感じですね。まあまあほぼほぼクリアラップという形の絶好のコンディションで走れる形となっております。走行時間が半分に近づいてきておりますので、下のピットに降りて、走りたいので田中君に帰ってこいで作業を始めたいと思います。はい、田中君が帰ってまいりました。どうでした？良くなった？やっぱ突き出し上げた方が良かった。フロントが逃げるとかない？全然ない。後ろは回りやすかった。それで違うね、そんなこと聞いてない。タイムはあんまり芳しくない。それ良くなったっていう、もちろん問題。ああなるほどね、了解、分かりました。じゃあ、すいません、とっとと変わってください。はい、はい、お疲れ様でした。はい、残りの枠は川口さんに選手交代して走っていただきます。人のことをね散々タイムうんぬん言うてたんで、きっと川口さんは思うようなタイムを出してくるんじゃないかと思います。人にね散々タイヤを温めさせておいて、これで気温とかのせいにされたらね、もうどうしてやろうかと思う次第ではありますけど、本日ミニバイクで膝すり童貞を卒業してちょっと勢いようとしてるんでね、
聞いていきたいと思います。どうでした？フロント突き出し先の方がいいです。あ、本当ですか、はい、コンパクトに流れんように、あ、ちょっと膨らんでいくような、もっと戻そう。純正戻しに、はい、元に戻します。はい、なんであのタイム更新できずです。じゃあよ、目標の46周回はできてるはずなんですけど、46には入らずですね。なんで元戻します。はい、はい、じゃあこの後2人でラップタイムを見ながら反省会をします。最後15分枠あるの知ってた？あ、B の、はい、いや黙っててん、これだけ走ろうかな。いや最後だから元戻してあと15分だけ走ろうかなと思って。じゃあそれに46の5をかけて、ちょっともう一回試してみよう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。1日走行して、もともと NSF の100で走ってた時のベストが47の2やったんですけども、今日はなんと46の6を出すことができたので、おおむね満足であります。初めて乗った感想としては、NSF ほど低くないと視点が高いので、普段乗ってる 600cc に近いものがあったんで、親近感を持って乗ることができましたね。今後もうちょっとね、こう何回か乗っていくと、こう、タイムをもっと縮めていけるのかなと思います。今日乗った感想としては、大丈夫？開いてない。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日一日ね、走らせていただいて、僕はもうミニバイクも、今日がもうほぼ初めてで、ほぼというか初めてですね。で、近畿スポーツランドさんももう初めての走行で、初めて尽くしだったんですけど、なんとかね、一日走り終えることができまして、目標としてたタイムもなんとか出せたんで、一日良かったかなと思います。で、タイムの方もね、突き出し戻してから最後の枠で、47秒台ずっと連発で出してたんで、ベスト最後の最後更新できるかなと思ってね、3コーナーで、しっかり上げこけしてね、右がきっちり焼いてきましたので、グローブの初テントはね、田中君にちょっと持ってかれましたけど、初スリップダウンは僕が持っていったかなという形でね、いろんな意味で満足しております。スプロケットとかいろんなコンディションが違うんでね、社長のタイムと一概にね、こう比べることはできないんですけど、社長のタイムを上回ったと、いうことでね、結果として何が言いたいかっていうと、開けたらんのちゃいますかね、やっぱりね、はい。そんな感想も第一日でした。はい、続けてね、いろいろ練習してみたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。